皆さんこんにちは、藤本ホセマリです。今回は前回作ったペットボトルマシンを使ってこのドライブの、インパクトを作る練習をしていきたいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。はい、それでは早速始めていきたいと思います。まずこのペットボトルマシンなんですけど、500のペットボトルをですね、同じやつですね、2本を用意していただいて、このお尻をくっつけて真ん中にガムテープを貼るといった用具になってます。これ簡単に作れるのでぜひ作ってください。で、まあ、これはね、こう投げたりすると非常に危ないので、投げたり絶対しないように、使い方はね気をつけて、周りに人がいないところとか広いところでやっていただいて、怪我とかね、家のもの壊したりしないように気をつけてください。で、これの真ん中を持っていただきます。で、ドライブを打つときにこの肘を伸ばして打つこともできるんですけど、インパクトを作るんであれば必ずこの回線の動きっていうのを入れていくことが大事になってきます。だからバックハンドでこうやってドライブ打つ人もいるんですが、それよりももっと腕を伸ばしながら回線を使う、この動きですね。で、この動きを作るっていうのは結構難しくて、なかなかね、こう教えただけだとできないんですけど、このペットボトルの重さを利用してこの腕を回していく感覚ですね、これを掴めるようにちょっとぜひやってもらいたいなと思います。で、ポイントはよくドライブ打つときにこういうふうに打っちゃう人いるんですけど、この手首の位置をですね、この位置ですね、この手首の位置を下げないで、できるだけこのまま前に出していく感覚、肩結構疲れるんですけど、この前に出していく感覚からこの外旋の動きですね、この動きを作りながら、このペットボトルマシンで素振りをしていってください。20回ぐらいをこう3セットから5セットやっていただければ十分です。はい、この回す感覚ですね、回して振るっていう感覚です。で、これ右だけだと結構体ブレちゃうので、左手をうまく引いてあげながら打つようにしてください。で、顔のこう正面あたりぐらいまでだったら打てるんですけど、これ右側になってしまうと打ち方がまた変わってきて、この腕の回線は使えなくなって、この手首になってしまうので、腕の回線を使うのはこの真ん中から左側で打つ時の感覚で、ぜひやってみてください。準備が結構大事なんで、このラケット上げて上げて振る、上げて振る、上げて振る、パッ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 、連続で振るんであればパッ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 っていう感覚で振っていただければなと思います。はい、それでペットボトルマシンでこう振る感覚をつかめたら、実際ラケットを持って同じようなスイングをね、できるようにしていきたいと思います。ここから肘上げて回転させる、肘を伸ばしながら腕を回転させて打つ感覚、こういう感覚です。こうじゃなくてこういう感覚です。体を前に前に、でその時に体をねじっていく、このねじりもインパクトで重要になってくるので、このここだけで打たないで、しっかり左手を引く、打つ瞬間にパッて引いていく、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 こういう感覚で、バックハンド、この辺がこの辺ですね、この辺ぜひ練習してやってみてください。こっちはまた違うので、振り方が違うので、腕の回線ではなくて肘でこう押していく動きと手首を使って打っていきます。あと体をこう内側にねじりながら打つ感覚ですね。こう構えているところからこっちとこっち、こっちとこっち、あと正面だったらこう、こういうのもありますし、こうちょっとワイパーしながら打つ感覚のもあります。なので、まずはこの腕の回線を使ってこの辺のドライブしっかり強く打てるようにしてください。はい、いかがでしたでしょうか。ドライブの強化ね、ぜひやって、このドライブの強さをどんどん上げてください。ダブルスやるんであればね、もうこの辺のドライブ強化は必ず必要になってくるので、やっぱりここの球って力出すの結構難しいです。だからこの外旋させる動きをうまく使って、このインパクトがね出せるようにぜひ練習してやってみてください。またこのシリーズもやっていきたいと思いますので、また動画見てください。それではバイバイ。